自称とは一般に存在論的な意味での自意識のこと。学者学説によって多様に定義される。仏教の場合、サームビッドの管約語。語法注釈による接心の有意識三十章インドから現状が持ち帰り、生有意識論として訳出した際にこの語が用いられた。この有意識論は存在論とその認識論を探求し、三加六式を超える。 第七のマナ式において、第八の荒屋式を見かつ、そうとして、この自称が、用の、第三の文として起演するとされる。さらにこの自称をそうとして、第四の文である証子事象を起演するが、ただしこの証子事象をそうとする身は、その体である、マナ式がすでに用を各地しているので、もはや第五分は生じない。明治時代においてドイツ観念論が日本に輸入された。 カントの純粋理性批判の翻訳において、この中国仏教哲学の有意識論との平行性が認識され、荒屋式に相当する頭角に次ぐ、真奈式において、その自意識に、この自称の訳語が用いられた。特にカントの哲学を継承し展開したヘーゲルにおいては、その独特の論理学において、自意識を持つ者が自己定立し存在するとされ、 また、世界理性の認識論が、存在論となって、法哲学との連関がも持っていたために、自意識という訳語よりも、この、自称という訳語が好んで用いられた。しかし、その後、ドイツ観念論あくまで、中国仏教哲学とは、別個に、文献批判として、歴史的に研究する立場が強まり、上記のような独自の思想を持つ哲学者を除いて、今日、自意識に、 この事象の訳語を当てることは必ずしも一般的ではない。ありがとうございます。